けろバグ、バグ。最後になったとしても私は君を友と呼べて嬉しく思う。圧倒的大ボリュームのストーリーを収録、無双史上最高の爽快感がここに。時は満ちた、さらなる極み、神をも超えた一騎当選。私は君を許さない。無双オロチ3アルティメット、12月19日発売。ずっと本当は自信持たせてない。いつでも走れるほど強くなるだって。ロジンさんは大切な仲間じゃないですか。それでも何度だってやり直せる。もう一度一緒に始めよう。諦めるのはそれからでも遅くないはずだ。のんびりって何？私だって一生懸命。どうしてそんなこと言うんですか？ひどい。待って、まだ話したいことがあるの。いけないで、ユウ。ですか。お前と出会えて本当に良かった。行こう。分かって。一緒に。そこ、ルノジ、どうして？お前たちを拘束する。切れるかい？超乱閉じ込みの技です。この記憶は俺の記憶なのか？君たち誰？次に許可なく触れようとしたらその手を切り落とします。ユージオ君、軽く稽古でもどうかな。まったく仕方ないな。絶対に負けるなよ。右目が焼けるようです。力を貸してくれ、青バラの剣。俺たち二人の力でアリスを取り戻すんだ。私は人形ではない。ごめんよキリト。アリス、僕を追ってこないでくれ。止められやしない。いや、俺が止める。絶対に。男たちが手にするもの、宝の番人は俺だ。手にしたきゃその番人を倒して前に進め。やってやるよ。龍が如くセブン、光と闇の行方。豪華クリエイター陣が送るドラマチック 3D アクションアドベンチャー。時は大正29年、帝都東京。悪と戦う帝国歌劇団の物語が始まる。帝都の平和は私たちが守ります。花組、出撃せよ。大正桜にロマンの嵐、新桜大戦。さて、スラフの道化師匠、君たちは今から敵国部隊の手先だ。部隊だと？なんだそれ。ネズミどもには理解できません。